どうもこんにちは、井戸です。本日は2023年8月の物流ニュースをお届けします。今回は北米の最新ニュースと海運市況のニュースをお届けします。それでは行ってみましょう。北米航路向けの海上運賃動向、各社値上げの中 MSC は値下げ。北米向けコンテナ輸送価格が2週連続で上昇しています。8月上旬の情報では、上海発北米西岸向けが40フィートあたり2,002ドル、東岸向けは3000ドルを超え軒並み上昇しています。理由としては、船会社の利益が出ない航路でのコンテナ船輸送をやめ、船舶の調整をしたことが一つとして挙げられています。しかし各社が値上げに動く中、 MSC を40フィートあたり約200ドル値下げをすると発表しました。この動きにより、 MSC は貨物を集めることに重点を置いた戦略をしていることがうかがえます。実際 MSC は船体拡充に重点を置いており、コンテナ量では世界一の船会社です。一方、マースクは CMAC 事務や値上げへと動いています。マースクと MSC は現在 2M アライアンスを提携していますが、これは2025年1月末をもって提携解消されます。マースクは現在インテグレーター戦略としてトータルロジスティクスに舵を切っており、その戦略により今後コストカットをしていく方針です。トータルロジスティクスでコストカットを掲げるマースクと、コンテナ船に重点を置く MSC の大手船会社の異なる動きが今後どのようにマーケットに影響を与えていくのか注目です。物流業界の動向に注目し、変化に適応していくことが必要となります。北米メキシコ間の取引1兆ドル、2028年までに広がる荷足場戦略。アメリカメキシコ間の輸送額が2028年までに1兆ドルを超える見込みと報じられています。コロナ禍による北米のサプライチェーンが乱れ、中国からの輸入への依存が減少しました。またアメリカと中国の貿易摩擦の影響もあり、企業が生産拠点を近くに移す荷足場戦略の動きが出ています。そこで生産拠点としてメキシコを台頭してきています。2022年のアメリカと中国の輸送取引額は6,900億ドル、メキシコとアメリカの貿易取引額は7790億ドルとなり、アメリカの輸入相手で長年州を保持していた中国からメキシコに変わっています。ある国境でのメキシコからアメリカへの輸送トラックの数を見ると、以前1日23台だったものが現在では200台へと急増。メキシコ、アメリカ間の取引が増加し、輸送額が伸びていることがわかります。アメリカと中国の取引輸送額が減少し、メキシコの取引輸送額が増加するトレンドが続くかもしれません。それによりメキシコへの進出を考える企業が増加し、サプライチェーンの再編に大きな影響を与える可能性もあります。新たな輸送パターンが形成され、ドル箱航路と呼ばれる上海発北米向け航路はどうなるのか、今後展開に注目です。北米大手トラック会社イエロー経営破綻、労働組合との対立が影響。アメリカの大規模トラック輸送会社イエローが突如営業停止し、その後破産と報じられています。イエロー社は約100年にわたりアメリカでトラック輸送業を展開し、ウォルマート、ホームデポ、アマゾンなど大手企業との取引をしていました。同社はローコスト戦略を採用し、利益が圧迫されていました。3年前、アメリカ政府が7億ドルの融資を行うものの、経営は改善されず資金は使い果たされ、労働組合との対立が深刻化し、経営に影響を及ぼしたとされています。同社には労働組合員約2万2000人と非組合員約8000人が雇用されていましたが、労働組合員の闘争が続き、結果として組合員と非組合員の3万人の雇用が失われることになりました。労働組合側との賃金アップの交渉に企業側はかなり疲弊していたとのコメントも発表しており、実際賃金の上昇が経営を圧迫する結果となりました。企業から労働者を守る労働組合側の存在は確かに重要ではありますが、その主張により企業が潰れてしまっては本末転倒です。ローコストでの経営の難しさを改めて考えさせられるニュースであり、またこの賃上げによるイエロー社の破産が今後他の企業の経営戦略に何かしらの影響を与える可能性もあります。キューネ&ナーゲル、2023年ピークシーズンの需要が見込めずコストカット。キューネ&ナーゲルがコスト削減に取り組む方針を発表しました。需要の回復が見えにくい状況で、ピークシーズンサーチャージが通常よりも増えない可能性が示唆されています。通常中国の国慶節前には需要の増加があり、北米向けにピークシーズンサーチャージが導入されます。2021年にコロナの影響が凄まる需要など貨物需要が増えたことで、各社が大量の貨物を発送しました。また去年のピークシーズンで需要が回復しなかったことにより、現在は在庫過多の状況となっています。今年の需要回復も見込まれにくい状況で、アメリカ FRB による金利の上昇や消費者の支出の抑制が影響していると示唆されています。今回のキューネ&ナーゲルのコストカットについて具体的な内容は発表されていません。需要の回復は難しいとされつつも、一部の企業ではそれほどひどい状態ではないとの見方も見られます。マーケットの状況とキューネ&ナーゲルの動向を引き続き注視していきます。パナマ運河、水不足による運航規制、18日の沖町船も。パナマ運河の水位が下がり、沖町が発生し運航規制がされています。
パナマ運河は北米と南米を結ぶ重要な運河であり、船舶がメキシコ湾岸や北米東岸へ向かう際に使用されています。ガトゥン湖の水不足によりパナマ運河の水位が下がり、重たい船の通行制限が発生しています。一部船舶は最大18日間置き待ちとなっていると報じられ、コンテナ船や在来線にも影響が出始めています。船会社によっては従来20から22トン掲載する40フィートコンテナに15トンまで重量制限を設けている会社もあるとのことです。この中に北米西岸で大量の置き待ち船が発生し、サプライチェーンに大きな影響を与えましたが、現段階でパナマ運河の置き待ち船による影響は出ていません。しかし一部では北米向けの運賃で GRI やピークシーズンサーチャージに影響が出るのではないかと報じられています。中国の経済の冷え込みやアメリカのインフレなど需要回復の見込みが低いため、コロナの頃のような影響は低いものの、今後の推移の状況に引き続き注目していきます。今回のニュースはいかがだったでしょうか。経済の冷え込みにより今年中の貨物の需要回復見込みが低いですが、大手船会社の戦略や企業の庭仕様戦略、パナマ運河の運航制限など今後のマーケットに影響を与えそうな問題は多々あります。引き続き情報をアップデートしていきます。今回は以上です。どうもありがとうございました。このチャンネルでは貿易や国際物流に関することをできるだけ詳しく解説しています。貿易のお仕事に興味のある方や、すでに貿易のお仕事をされている方たちのために参考になればと思い更新をしています。また企業様の新人研修や貿易研修などにご利用いただけますと幸いです。そしてタイの物流は飯野さんまでお問い合わせください。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけますと、これから更新していく励みになりますので、何卒よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。